AC ミランとインテルがアタランタに所属するルゼンチン代表 FW アレハンドロ・ゴメスの絵に動くかもしれない。イタリア、カルチョメルトが現地時間14日に報じた。今シーズンのセ・エーエーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、2022年までアタランタと契約を残しいるゴメス。今季はここまで公式戦15試合にで5得点4アシストを記録し、アタランタの攻撃陣、牽引している。だが、ゴメスには、アタランタ対が噂されており、混沌の移籍市場で移籍する能性が伝えられている。同メディアによると、ランとインテルが、ゴメス獲得に興味を示しいるという。ミランでは今季限りで契約が満となるハカン・チャルハノールの去就が不眠で、同選手の動向次第では、ゴメスの獲得に行く可能性がある。また、ゴメスの移籍金は700万ユーロ、約8億9000万円から800万ユーロ、約10億円と比較的安価。両ラブが冬に獲得に動く可能性が言及されてる。果たして、ゴメスは、ミラノのクラブに移籍ることになるのだろうか。両。